新生活をスタートした時に大物の家具はイメージとか準備できたんだけど、姿見どうしようかって お話も結構多くいただくので、今回新作でビトラから姿見が出たので、ちょっとそちらの商品も紹介しつつ、姿見についてもちょっと行きたいと思います。はい、姿見でご紹介するのがカラーフレームミラーでございます。新作の、はいはい、ミラーになってます。はい、でジュリー・ディショスがデザインしたカラーフレームミラーは、うん、積み木からインスピレーションを受けて、はい、デザインされた、うん、商品になってます。なるほど。はい、枠が一応4つあるんですけども、うん、ここはもう全て色が異なるカラーリングになってまして、うんうん、今回3色展開なんですけれども、はい、映っているのがブルー・オレンジという色です、うん、グリーン・ピンク・ニュートラルと3色になってます、うん、はい、時間置きも OK ですし、壁付け両方いけるんですけれども、うん、はい、奥行きが比較的あるので、うん、小物を置いたりとかっていうことができます。設置方法は、壁に穴を開けていただいて、下地がない場合はアンカーを入れていただいて、うん、もネジでこう引っ掛けて、実際にこれ壁付けしたところですね。こういう感じです。で、特徴的なのはこのサイドのフレームがこう斜めにこうテーパーかかってこう入っていってる。で、上の、上下になるところは、フラットというか、まっすぐな材料を使っている。設置の方法は要は ここに引っ掛けてくださいっていう仕組みになってます。で、これがサイズがちょっと言うと、はい、こちらはサイズが、L サイズになるんですけれども、うん、はい、横幅が58センチ、奥行きが 7.5センチ、高さが140センチ。なのでおおよそ姿見っていうと横幅45センチぐらいあって、高さがまあ大体180センチぐらいの高さについていれば、距離取れば身長が、まあ、よっぽど高い人以外はこれで大体映りますんで、ここの目安は180センチぐらいを目安にして設置してもらったらいいと思います。はい、なのでまあちょっと重いものなので、本当はねアンカーよりは下地があるところをちゃんと狙って設置してくださいね。で、なかなかこれって新生活の時だけだと、どこに鏡設置しようとかって引っ越ししてみないとわからないって方もたくさんいらっしゃると思うので、これから多分どうしようかなって多分悩まれてる方多いと思うんで、1個これ参考にしていただいたらと思います。